山崎義恵は、江戸時代前期から、中期の交代より愛表向き御霊衆、備中国成り領二代領主。漢文七年、備中国成り領初代領主。山崎豊治の三男として、成りで生まれる。母は、豊治の側室。性質は、大見国一志政治、藩二代藩主、市橋正信の娘。義兄には、一志政治藩第三代藩主、市橋信直がいる。 なお、市橋家とは、当園の関係にあたる。吉江のおじさぬき国丸亀藩二代藩主、山崎春家と、吉江の正室の祖父にあたる越後国柴田藩三代、藩主溝之口千次家は、共に正室が、文後国薄木藩三代藩主稲葉一通の娘で、あるため、義兄弟の関係である。遠方三年十月二十六日。 時系常ねが16歳で創生したことによりお次となった。翌遠方四年十二月十五日、10歳の時に徳川家綱に敗越した。その後、元禄元年十二月九日に、父、豊次の隠居に伴い、成和領後宣国の家督を相続した。翌元禄二年六月、幕府の許可を得て初めて成和へのお国入りを果たす。宝永元年、吉江は存敬していた。 江戸のあたご神社を、成羽のあたご山頂に誕生し、あたご神社に、白谷日下げにて花火を放納。この花火は現在でも、成羽わあたご大花火として、毎年7月に開催されている。なお、江戸時代を通じて、山崎市の江戸屋敷は、あざぶあたご下に所在していた。また領主在任中は、在任の預かりなどを務めている。宝永5年6月5日、 大阪中の島にある倉屋敷に滞在中に死去。去年42歳。家督は、嫡男の行治むが相続した。ありがとうございます。